レッドアラート、警戒態勢、侵入者を抹殺せよ。お前どっちの味方だよ。楽しそうだな。四六時中イラつく。こっちのセリフです。そうやってお互い遠慮なく言い合えばぶつかるさ。それで喧嘩別れするか腐れ縁になるかだ。腐れ縁ってのは嫌だな。仲間でいいじゃない。鬱陶しいはずの腐れ縁がいつか大切に思えてきたら仲間と言ってもいいだろうな。気が合うだけでは仲間ではなく、ぶつかってからが始まりか。私はこういう性格だから散々他人とぶつかったんだ。おかげで仲間に恵まれた。嫌っていた奴に励まされたり、足手まといだった子に支えられたり、ずっと仲間に助けられていた。また会いたいか。当然だ。俺にはない感覚だな。記憶がないから仲間や友達の顔も思い出せない。ひねくれた君には仲間とかいなかったと思うよ。黙ってろ。腐れ縁だな。待て、様子がおかしい。了解。何よあれ。死骸だ。死骸って屍？死んでんのあれ。生きているのかもしれないが死んだも同然だな。奇跡でも起こらない限り死骸になったものは人には戻れない。全てを憎んでさまよい続ける。倒してやるしかないんだな。
どういうことだ。考え事か。普通の人間は死骸にはならない。死骸のことはよく知らないけど、あの兵士たちは普通の人間とは違うと思うよ。パラミティアという世界が作り出した人形というか偽物みたい。偽物だから死骸になったのか。そこまでは。ライトニングはどう思う？偽物が死骸になるなら私も危ういということだ。あんたがライトニングの偽物ならな。違うと思いたいが。万一私が死骸になったら遠慮なく倒してくれ。しろよな、この野郎。筋書き通りだったな。ライトニングは帰れると思うか。そんなに心配？人事じゃないからな。どうかな。戦う力がないしね。知っての通りパラミティアには戦えない人の居場所はないし。居場所がなければ追い出されるのか。この世界から逃げ出せるって意味じゃないけどね。彼女は消されることになる。それとも彼女が言ったように死骸とかいう魔物になるか。ひどい話だな。人事じゃないんだよ。どういうことだ。予言。光の戦士は呪われた閃光を解き放つ。解き放つというのが優しい意味とは限らないでしょ。例えばお前が私を葬り苦しみから解き放つとか。聞こえてたんだ。私に戦う力はない。お前にたやすく消されるな。そうは言っても
何か余裕を感じるんだが、本当は俺に負けると思ってないだろう。さあな、戦う時に嫌でも分かる。ことは思い出せるか？そうだな、あいつは無駄に頑丈だとか、喧嘩っ早い寂しがり屋、喋りっぱなしのおっさんだとか。でも彼は心から息子を思う父親だった。無邪気に見えた彼女は重すぎる使命を背負っていた。ナイフを握って震えていた子は、いつしか人々の導き手になって、時の果てから来た狩人は私の代わりにまっすぐな瞳で妹を見守ってくれた。不思議だな、仲間の思い出は尽きないのに、なぜか自分とつながらないんだ。仲間と過ごした記憶はあるんだろう？ああ、ライトニングはそこにいた。でも私には実感がない。頭では思い出せるけど心には響かない感じ？重傷ね。クリスタルの具合はどうだ？輝きが強くなった。俺に流れ込む力も高まっている。もう一度使えるか試してみるか。戦う力が戻るかもしれない。いや、いい。クリスタルを輝かせるのは人の心に宿る光だ。使えなくなったということは私の心から光が消えたんだろうな。光の戦士にふさわしく輝きが満ちているお前とは違う。それはどうも分かりやすい当てつけだ。悪かった、焦っているんだ。先が見えなくて、知らない世界に放り込まれて自分が何者かも定まらない。何より戦う力がないのがこんなにイラつくことだとは。私に何が足りないんだ？